こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区にあるリーフハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日はこちらヘルニアと脊柱管狭窄症の見分け方について話をしていこうと思います。で、ヘルニアと脊柱管狭窄症、名前は聞いたことあるかなと思います。で、ヘルニアはまあ昔からよく言いますよね。で、脊柱管狭窄症というのは、最近テレビとかで取り上げられることが多くなってきたので名前知ってる方も増えてきているのではないでしょうか。ただこの2つ名前知ってるけど実際何なのか、どういってなって痛みが出るのか、どういうことで症状が出るのかって知らない方が結構多いんですね。で、なぜなのか詳しいことについては他の動画でしっかり説明してますので、そちらの方を見ていただければなと思います。で、今回はそのこの2つの見分け方ですねについて話をしていこうと思います。で、具体的な見分け方なんですけども、基本的には動作で分かることが多いですね。で、まず脊柱管狭窄症になっている方は腰をこう前に倒すと楽になることが多いです。特に脊柱管狭窄症で有名なのが間欠性跛行といって、もう歩いているとだんだん足がだるくなってもう座らないとしんどくなるっていう症状が一番大きな症状なんですけれども、その時に、歩いてて足がだるくなると座って腰を前に倒すと楽になることが多いです。で、その場合は脊柱管狭窄症の可能性が高いです。で、逆にヘルニアというのは座っててこう前にすると逆に症状がひどく出ることが多いんですね。よりもちょっと例えばうつ伏せになるとか、ちょっと軽く腰を反らすとかいう方が楽になることが多いです。で、この場合はヘルニアの可能性が高いです。で、あくまでこれは大まかな見分け方なので、これが逆の場合もたまにあります。ただ基本的にはこれに当てはまることが多いですので、ちょっと自分の動作でどの動作で楽になるかで脊柱管狭窄症なのかヘルニアなのかを見分けていただければなと思います。で、本当に先ほども言いましたけど、あくまで参考ですので、しっかりした診断というのはちゃんと専門家にを受診してしっかり見てもらって受けるどちらか判断してもらえるようにしていただければなと思います。それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。